皆さんこんにちは、りょうすけです。ということで今日はですね、僕の日常を一部切り取って動画をお届けしたいと思います。まあ普段僕はコーヒーを飲むので、なんかコーヒーを入れてるところをちょっと撮ってみました。で今日はですね、撮りたい内容としましては、最近読書にハマっておりまして、僕が日常で読んだ本について、なんかちょっと僕の見解だったり、お仕事に生かせそうだなっていう部分をお話しできたらなというふうに思っております。ぜひ最後までお楽しみくださいということでね、ピントが合わず困っております。はい、なんかね、こう最近は自己啓発とか、なんかそういう思考系の本を読むことにハマっていて、なんかこう自分だけでは得られない知見っていうところ、まあ、いろんな人の意見聞いた方が豊かに生きれそうだなみたいな、ちょっと安直な考えではあるんですけど、まあそんな動機で読書を始めました。まあ、なかなかこう自分の考えを人にこう言う機会もないなと思って、まあ、ぜひこうせっかく得た知識をアウトプットした方が自分にも有効的かなっていうところで、こういった動画を撮らせていただいております。なんかこうね、すごい意識高いやつみたいな感じに聞こえるんですけど、全然そんなことなくて、なんか僕はこう自分一人だとなかなかこう、なんでしょう、独りよがりになってしまわないかなっていう、なんかそういう、なんだろうね、やっぱり周りの人と助け合いながら僕は生きてきた人間なので、まあ、これから自分がキャリアを歩む上でも、いろんなね、こう人の支えを変わらず助けてもらい続けるためにも、自分としてできる努力は何かなと思ったゆえに、たどり着いた状況です。まあ、なかなかね、難しいところではあるんですけど、まあ、こういったところを皆さんに共有して、僕が成長する姿と皆さんの適成長の過程をコメントで教えてもらえたらとても嬉しいです。目次はこんな感じでした。まあ、ちょっと僕が読んだところ一部ですが、感想をお届けするので、ぜひ見てみてください。ということで、ちょっと服装が変わってしまったんですけど、ちょっとね、全部は読み切れないんで、気になる部分をピックして読んでみたんですけど、健康はお金で買えない、健康はお金より重いっていうような、まあ、この項目があったりして、やっぱりこう何かをしたいなって思った時に一番最初に生じるハードルっていうのは体の自由っていうところなのかなっていうのはすごい感じていて、やっぱりこう僕も今年で30歳になるんですけど、20代の時のと同じこうモチベーションで挑んでるつもりはいるんですけど、やっぱりそれに伴う障壁っていうのは若い時に比べるとやっぱり大きくなってるのかなっていうのは感じるので、まあ、看護師という夜勤を込みの、ね、大変な仕事ではあるので、まあ、どう自分の健康管理をしていくかっていうところもちょっと今後の課題にはなるのかなと思ってます。まあ、なかなか、ね、夜勤を辞めてっていう選択肢がなかなかこう病院に残ってる限りは難しい部分もあるし、特に男性だとやっぱり病院に留まり続けるのか、まあ、例えばそうだな、まあ、病院から出て、まあ、大学の教員になったりとかっていうキャリアプランを歩む方が多いかなと思うんですけど、まあ、何をこう優先的に考えるかっていうのがすごいなんか大事だなと思って、なかなか、ね、こう3年後5年後とかっていう長いスパンでこう物事を見る視点っていうのはなかなかね、こう日常を過ごしていると忘れてしまうかなと思うんですけど、なんかこういう、まあ、読書とかを通じて、なんかそういう気づきを継続して持っていられると、より自分の描く未来に近づけるのかなとも思いました。まだまだ僕も人生において経験値は少ないと思うので、ぜひこの動画を見てくださった人生の先輩の皆さんに、これはやっといた方が良かったなとか、こういうことが実際やってよかったなみたいな経験がもしあれば、ぜひ教えていただければなと思います。なんか今後はね、匠とも動画の方針とかはいろいろ話してはいて、やっぱりこう皆さんとこう関わる機会
まあ、動画っていうところが僕たちのそのツールになってくるので、あの YouTube の動画もあのこういった動画を撮って皆さんにお会いできる機会を少しでも増やしたいなと思ってます。僕はなんかそのこう個人で例えば病院に対する不満とか、まあ、今日実際に会ったこととかに対するなんかこう自分の見解を言う、まあ、不満が結構多いかなと思うんですけど、そういう部分はあんまり見せたくないなと思ってて、ネガティブなこう気持ちよりなんかどう改善していくかとか、なんかちょっとこうポジティブにあの考えられるようなあの動画内容を皆さんにお届けしたいなとは思っているので、まあなんかそうですね、こういった僕は結構最近読書とかがハマってるんで、なんかこう日常の中で得られた知恵といいますか、その僕の考えだったりを皆さんに共有していって、少しでもねこう力になれれば嬉しいし、まあ、少しでも僕を近い存在にあの感じてもらえたら嬉しいなと思います。まあ、ちょっと短い動画にはなってしまうんですけど、まあ、また今後あの YouTube の方は僕もすごいいっぱい動画を上げようって話をしてるので、ぜひこの動画がいいなと思ってくれた方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで少し短い動画にはなってしまいましたが、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。